はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。早速ね、サクセスの方やっていきたいと思います。新キャラも入れたこのようなデッキでございます。はい、ちょっとどうなるかわからないんですけど、まあ彼もねコツがいいっていうことと、まああと筋力と打撃の、得意練習2つ持ちということで、まあどういう風に出るか、ポイントをどのぐらい稼げるのかっていうところまで含めてシラスでね見ていこうかななんて思っております。はい、今回は投げにしました。そしてアイテムはなしで千丸でございます。はい、食事こんな感じです。いきます。はい、おお、これですね。いつもさ、大谷連れてきてたから、はい、青骨のこととか考えるとちょっと、ちゃんと考えながらやんないと。そうですね、まあ筋力稼いでおいた方がいいよね。まああとは、荒方くんのね筋力成功率、ああそうね、まあ、今回初トライなんで全然読めないですけど、そこ気になりますね。2回目でも失敗があって、3回目で失敗があるとなかなかきついと思うんで、そうね、まあ、ただテーブルだけ見た時にやっぱり50は半端ないですし、45でもめっちゃ強いんで、頑張るよ。もうツイッターとか見たらさ、もう50にしてる人がいるんだよ、はいはい、すごいよね。すごいですね。だし、まあやっぱり次のバトスタの、もそうですし、福岡大会がなんか楽しみになってきましたね。いよいよっていう感じですね。休む、そうしましょう。成功は渋いっすね。まああとは全体的にイベント軽いキャラいないんで、妄想は行けるときに行くという。はい、ロシファー行きます。はい、パワーヒが早めに欲しいよ。そうですね、僕はカミラいない、早急ね、うわぁ、これこっち行きます。はい、3号ぐらいだったらね、ワンチャン初期値でいけたんだけどね、はい、あーこれ投げ行きてえな、ここも行きてえな。48行かないもんね。え、ギリ行きますよね。あ、本当に臨床ポイント足んないですね。妄想いきますです。最初はねこうやっていいやつもらえるとだいぶいいですよ。そうですね、そっか、レフトも変わりつつ、大谷翔平も変わりつつ、すごい時代ですよ。いろいろ変わってきますね。すごい時代ですよ。今の見ました、練習精神。あ、どんぐらいだった。筋力11の、技術17の、精神26でしたよ。ルシファーと絡んでるっていうのもあって、はい、半端ないですね。これこういきます。はい、そういう意味でだから本当ルシファーの精神バナもそうですし、彼の精神バナもそうですし、脳み雷とどう共存していくか今後、そこがなんかすごいまた変化を起こしてきそうですね、デッキに。さあ、これが1回目かな、今時の、あ、これはあれですね、福井部の方ですね。これは一番下で確か骨、速攻骨がもらえるんだよね。はい、高圧洗浄機、そちらがいいと思います。まあ、体力ない際はね、真ん中で体力回復もあるんで、まあ、そっちもありですね。おお、39ならいく。39。ああ、迷うどこだ。まあ、コツにするか。そうですね。まあ、だから今回僕の中で見どこなのは、精神がどれぐらい入るか。はいはいはい、
そうだね、だそれ次第でやっぱまたデッキ変わってくると思いますし、うんうんうん、ラッキー戦だからなんか逆境とかも早めに取っちゃっていいよね。そうですね、うん、やっぱり昨日の動画でもお伝えしたと思うんですけど、うん、今後、うん、そのミート101、うん、で守備101にするときにあのどの得意練習で固めたりとかどの、まあ、コンボをねコンボをやっぱり優先するのかとか、はいはい、その辺がいろいろ本当ここから変化の時代だと思うんで、やっぱ荒方くんがそこに入ってくるのかとかいろいろ楽しみですね。今回の精神ボナ筋力ボナ持ちの打撃筋力、うん、そうだね、なんか難しいね。37で発球取る、ライダーも取る、こんな感じでいきます。はい、そうですね、精神ポイントはもうあり余ると思います。そうだよね、この確率もすげえぞ。ちょっと逆境はちょっと早めに取ろう。そうです、ね、ちょっともらいたくないよね。うわきついな、ちょっと大変楽強かった F なかったっすもんね。うん、ポイントはそこそこ出てる。そうですね、うん、さあこれ金徳の1回目ですね。1回目は教えてもらうかな。はい、あ体力減るんだ。休みます。おい、ギーナーですね。ギーナー、うん、あんまり終えてないもんね。そうですね、おお35、あーこっちか。そうですね、39いく、いきますね。で走塁ちょっと怖いな。逆境取っちゃいます。ムードまだか、ヘッスラとかもいいですけどね。取っちゃう、これで。はい、さあ凪、いやひどいっすね。ひどいね、マジコツひどいな今回。凪ありがとう、Thank you、回復も嬉しい。さあ2回目、ここもう成功失敗あるよ、もうあるよ。あ、いったんじゃない。失敗だ。おお、ささやき破り、ささやき破りをもらえたら成功です。でここが多分2になってるんだよね。これも取っちゃいましょう。そこはちょっと、うーん、どうすっかな。なぎ、なぎいきます。おい、これでなぎ大丈夫かな。おお早い、もうこれ完走だぞ。素晴らしいですね。前イベはもう完走、成功。しかも荒方くんももう2回来て福井弁も回ってますから、ね、これ50行くんだったらここ行っていいよね。そうですね、ナギ来てたけど行っていいよね。もう前部あとイベント2つっすね、うん、したら50でいいか。なんか取っとくものある。ムードは
ムーディー、ブロッキーは、ブラッキーは、ブラッキーブラッキー、お前ブラッキーとか言ってたろ。なんすかブラッキーって。トクが大好きなヒサロのことブラッキーって言うんですか。ブラッキーってお店があったんだ昔。へえ、うん、ということで僕は行ってません。初めて知りました。うわ来ないか、うん、あこれ凪だね。体力的にも投げちゃっていいよね。はい、セーフティーファースト、うん、ありがとう。フィニッシュします。フィニッシュ、フィニッシュ、フィニッシュじゃねえよ。付き合ったらもうゴールっすね。カズさんはそういうタイプっす。はい、釣った魚には餌を食べません。食べません。さあ3回目。あー失敗です。あーそういうことですね。はえ、もういっそすげえ軽くなるね。すげえ軽いですね。いやしゃあないでしょうここは、うん、これが結構きついのかな。さっきコツ何もらったっけ。何かもらいましたか。ラッキーセブンとか抑えたっけ。抑えました。ナイアンだ。まあでも一層の上、うん、スリープでしたっけ、うん、スイープ、うん、わかんないけど。スイープがあのやっぱ敏捷ポイントを消費できるんで、うん、そこはいいっすね。やっぱ敏捷どう振るみたいなよくあると思うんで、そこでまた査定伸ばせるっていうのはいいっすね。5658いかないね。そうっすね。56も無理。いや行くと思います。行きます。行かせるんです。五郎くん、サンキュー。筋力7も嬉しい。ナギ使って久々にサクセス動画撮ってますけど、うん、ここね大事だよ。お、成功する。窮地。クイッ。おお、行くね。いいですね。66ギリ。窮地取れる？取れません。まあ金得失敗しちゃったけど。うん、セクニの途中ぐらいからはなんか盛り返してる感じはするね。そうですね。はいです。あとはちょっとタック見てみたいですね。うん、お小吉か。さあここでも連打骨が欲しい。ついてる。残念。これ言っといていいかな。はい、だここに彼がいたらね、はい、すごいことになるんですよね多分。うん、ちょっと楽しみだな。ね、そうなってくると、うん、アレフトやっぱり外れちゃうんですかね。どうなんだろうね。もう確実に外れるとかだとまたそれそれ寂しいですよね。いや、47はちょっと痛いんじゃないですか、うん、おお、いいっすね、うん、これでいいね、持ってて。デートデート遠出、うん、さあ、ここでもコツがしっかり欲しいよ。欲しいよ。お、いいですね。いいね。そしてこれは2回目かな。はい、2回目は確か回復ないですよね。ない。ちょうどよかったですね。勝負、勝負。
サンキュー、サンキュー、これでいいかな。はい、ちょっと盛り返してきたか、来たかね、確かに感じますね。まあ、パワイ広角阿部比、そこら辺が欲しい。あれ、これってやる気上がんだっけ、これ上がんないんだっけ。上がるね。あらかた伊豆はまだ出てないですよね、うん、でもあのタイミングで来られちゃうときつくない。きついです、きついです。私なんか無駄にイベント走ってますからね。ね。まあ名前もあらかた綺麗だからね。あらかた綺麗なんだよ。そうなんですよ。がっつり綺麗じゃないから。さあセクション3でございます。まあデート行くとかね、そこら辺も忘れずにやっていきたい。これは行っちゃっていいかな。まだ依存わかんない。わからないですね、うん、何も精神70。お、これいいんじゃない。うん、何か取るものはちょっとまだ何も取れないかな。守備は取る。高い、うん、ほう、いいね。これこっちだね。そうですね。で次あたり渋かったらデートに行きます。はい、デート、デートしておきましょう。ちょっと迷うよね、あのパターン。うん、うん、ナギは回復ないんだっけ。3回目か2回目どっちかないですよ、うん、3回目がないのかな。もう見とく。そうですね、次回復なんだよね。ちょっと指導来ない。デートか。そうですね。これで結果的にパワーヒーもらえなかった時に、うん、あっちの方がいいじゃんってなるよね。うん、難しいな。粘り、まあ、難しいというよりは割り切りなんでしょうけどね。そうだね、うん。さあ、ここも感想でございます。来てないところで言うと雷が来てないね。そうですね、うん、能見もおそらくですけど福部あと1回ないですかね。そうだね。ローボール取っちゃう。あ、そうっすね。そっかそっか、うん、あれ人いないのか。そうなんですよ。ブロックはいいよね、取っちゃって。ゲッツーはいいと思います。あー、確かにブロックな。まあこれでいこうか、うん、こういう時にブロックくんだよな、固め。まあ固めはもらう可能性あるんですけど、早めに取っちゃおうかなと思っています。迷うな。回復でいいよね。はい、体力マックスだったらね、うん、筋力いってもいいんですけど。上、はい、
こういうイベントあんまり入ってきてなかったですね。そうね。デート。そうですね。ちょっと言えない。はい。4回目インコースがもらえるかな。うん、いいっすね、うん、インコースももう1000丸だとコツレベ1で十分安いですからね、うん、そしてこれ1回目、2回目ですね。まあここにも回復があったんですが、いやー来ない。このタッグも見たいですね、うんうんうん、ブロック取るよ。はい、競争心とかもいいんじゃないですか。そうね、いきます。さあどこ、いいっすね。お、感想。うん、この感想するときのポイントも高いからね。脳み解放してーな。いえ、うわー、ちなみにあらかたの金徳も成功するしないで、うん、経験点も倍ずつ違いますね。あ、そんな違うんだ。結構違います。まあだからあらかたの評価に関しては、うん、今回金徳失敗したようにそこ次第でもありますよね。どうしよう、筋力いっとく。いやまあでもここはデートじゃないですか。結局依存とか出てその成功率次第で、うん、まあ使う使わないもまあ決まってきちゃうのかなと思いますね。おお、完走、全部完走。意外と余裕があった、ね、そうですね、うん、70いきやす。連打も取っていいかな。はい、そう、パワーヒー欲しいですね。うん、欲しい。いいライス。この回復ありがたいですね。そろそろ精神で。ああどうするよ。コツ何持ってましたっけ。が逆境意外性、意外性抑えてさよならもらう、うん、っていうのもありですし、ラブパ、それでいきますか。うん、ナギのとこ行って回復してもらう。うん、それもありなんですよね。どっちが美味しい。回復してもらう方が美味しいよね。そうっすね。でも回復イベント来なかったら、そう結構悲惨なんですよ。かけよう。よし、無理。100 48、100は無理だよ。特に何もらったっけ、さっき何もらってないっけ、取ったよね。はい、今思ったんですけど、今までの表記で100に行くことってありましたっけ。99マックスだったよ。ありましたね。うん、俺見たよ。やる気上がるこれ。いや確かに
上がんないですね。ナギルとどうだろう。今何手に入れたんだっけ。いぶし。いぶし。おお。ああ、これこっか。そうですね。うん、なし。いいですね。おお、メンタル。ね。いいですね。筋力ポイント。くだせ。チャンスメーカー。精神。でもルシファー今回結構頑張ってくれましたよね。頑張ってる。一人の割に頑張ってる。おお、やる気でかいっすね。うん、4-3。ありがとう。肩4-3。そして、チャンスメーカー。肩。ぽい。お、これパイ、これ違うね。あー、違いますね。メンタルね。そうっすね。精神ポイントやべえな。やばいっすね。ルシファーいるし、なんかいろんなこと考えると。コツ連打も、あ、取ったよね。チャンス。じゃあここ行きましょう。でチャンス押さえていいね。はい。まあ、パワーヒアもうちょっと粘って効果があるから。うん。二ついっちゃっていい？はい。で、あとなんかもう一個取れたよね。どれだ？さよならか。で、能力少しだけ振ります。こんな感じ？そうっすね。うん、ちょっと整える程度で。こんな感じにしとく？組み合わせ的にはね、別にそんな悪くないですし、うん、ただやっぱちょっともう早く金徳成功率を知りたいですね。そこ次第で、うん、マストで必要なキャラなのかそうでないのかを。なんか俺の感じで言うと、まだ他の大谷とか、はいはいはい、そっちの方がいいんじゃないかなとは思ってる。うん、まあ、結局金徳のとこですよね。うん、僕も同じですね。OK、うん、やっぱ指導2人、無限指導2人、うん、結構いいですよね。そうね、うん、安定するよ、はい、コツに関してはね。僕もそこでナルミを入れてるんですけど、無限指導のために、うんうんうん、まあ、やっぱり理想は大谷とルシファーで筋力も稼ぎながら無限に指導できるって結構強いですよね。やっぱりQ ナビ2つ目です。もう押さえちゃっていいかな。はい、ちょっと技術ポイントも足んないね。ちょっといまいちだね、まだ。現状無課金の方も課金してる方ももう投手やし関係なく、やっぱりでもルシファー最強だなと思いますね。
意外と打てる。広角があるってでかい。うん。打球伸びよ。打球の。あんま体感できねえんだけどな、うん、俺。やっぱローボールとかインコースとかは全然あのミートのカーソルがクイッと変わるんですよ、うんうん、そこは体感できるんですけど、うん、打球伸びだけは分かんないですよね。どうする、まだ粘る。あげちゃっていいんじゃないですか。とりあえず A にパーヒはその先で、じゃこれで、はい、俺弾道3で広角で終わるパターンしょっちゅうっすよ。あ、そうなんだ。やっぱあのカミラ持ってないと、うん、カミラルシファーセット持ってないとそういう方ってめっちゃ多いと思います。そうなんだ ね。それ取らないの、パーヒは直でも取らないですね。取んないんだよ。それでも取っちゃうけどね。まあ、打つために取るって話じゃないですか、それは。うんうんうん、査定とかいろいろ考えたときに取れないですよね。査定動向でも作り終わったときにパーヒ持ってない選手、うん、スタメンオーダーに入れたくないですけどね。例えば気分屋とかもそうですけど、ちょっと狂うよね。狂いますね、うん、さあ58守備上げたくねえな。これで S いっちゃうよね。これでそうですね、ここは休むのもいいんじゃないですか。休みましょう。チームランク A になるかならないかちょっと心配ですね。うん、頑張りましょうそこは。はい。お待たせ。甲子園。2回の裏、しらす攻撃に入ります。トップバッターは宮川。初球を打ちました。よ。パワーヒがない。パワーヒがないときついっすね。シラスリードで迎える4回です。先ほどツーベースを放っている宮川、ボール、投げた。 OK、 これいったっしょ。もうニートパワー A もちょっといつもに比べてやっぱ物足んないですもんね。これは外れます。一定時やっぱ S とか行くもんね、これ。はい、うん、第3球を投げた。やべ、早かった。引っ張った。いや気持ち上がります。うん、第4球を、うわこれきち。うわ伸びないかな。伸びた。打球伸びっす。今打球伸びついてなかったらワンチャンきついかもしれないですね。あ、そう。じゃあ効果としてはあるんだな。お、ありがたい。パヒ満塁。おお、まあまあ。お、なんかこれね、今来てる重金属高校ですね、うん、ちなみにここでもあれがもらえるらしいよ。コツですよね。コツ。本塁セカンド取っちゃう。いやでもそれよりはちょっとチーム総合力上げるために総力、うん、A とか持ってる。そうですね。どうしようか。じゃあこれでいいですか。はい、ミートも先にもうエースにしてチームランク上げたいですね。 OK じゃないと最後オール40ポイント入ってこないですからね。第1球
もっと言ったらね、そこで上がるまでのあれも全然違うから、ね、うん、そうですね。スタミックみたいなのかな、これカットボールがこいつ、いやらしいっすね、打ちづら。うわ、いいね、いいね。あ、うわ、逆にいいヒットになったね。メールがいたのに ね、あ、来た。うわ、スピード、うおー、これはやだな。割と厄介、読めないね、球だけ見ても。シラスリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面、宮川、これストレート、むず、難しいね、こいつね、周りが弱いから。うん、さあ、どのぐらいのポイントがもらえるのかな、この後かな。これか、本塁生還。おお、本塁生還、査定もいいですからね。うわ、ええ、なんだ。いや、パワー先に振りますね。てか練習見て、うん、どこですかね。おー、おー、でけえ。じゃあ筋力先に S 持ってって、うん、走塁もちょっと S にしますか。S ギリいかねえか、これでいい。いや、筋力を1個下げて、こうする、そうしましょう。走塁がまだ C なのがあれですね。本塁生還取れる、取れないです。じゃあこれはもうかけましょう、かけましょう。精神ポイントやばいな、やばいっすね。頼むぜ。んー、いやー、パワーヒアなし、ナッスイン。あ、え、上がんなかったっすか。上がんなかった、マジ。補給ワンチャン、あ、肩ずっと補給 D にしましょう、とりあえず補給を。くそマジか、だいぶ指導できたと思うんだけどな、マジか。指導でも悪くなかったですよね、うん、でもこの試合に勝つことによって何か上がれば最高だけど、まあまあそうですね、たまにあるんですよ、そういうパターン。選手能力、あいつが低かったのかな、荒方くんが、まあ、そんなベラボン高い選手ではない。お、足りないんです。まあ、阿部ひもないもんね。エース行ってないかな、 S じゃない、 A に。それだけで全然違うな。70ポイントですね。70ポイント、70ポイントずつってことは280ですか。うん、めっちゃでかいっすね、そう考えた。まあでもあそこでのオール30もそうですし、うん、本塁生還もらえたところもそうですけど、ちょっとガチサクセスやれるチャンスだよね、今ね。ですね。うん、うわ、上がってね。せめてここで上げたいですね。どうしたの、どうしたの。補給をバンバン上げるっていう感じですかね。どうせ精神余ると思うんだよ。B ぐらい。もう一個ちょう。余るだろ。OK です。まあそうですね、チャンスももう2つ取りましたからね。うん、情熱エールででも精神結構食うのと。こういうのつけても変わんない、気持ち変わんじゃないですか。俺の気持ちはだいぶ変わってるよ。これで、はい、メンタルかよ。いや、ここで、うわー、でもポイントクソ高え、すごいな。クソ高え。次は明らかに上がるの多分総力だと思うんですよ。 C なんで今がチームランク、うん、ただこれはクソ高え、まあ、メンタルいってもねえじゃん。いい、あ、そうですね、まあでもルシファーなんで、うん、分かんないね、どこか、はい、おお、パワー。ソウルくれた、
さあここで A に行って、うえ全然行かない、マジで結構行ったよね、十分行きました、十分に行ったと思います。しらす追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で宮川初球決まってストライク、うわいけーな、危ない球投げた、今ドアスレしたんですけど、何がいると、うん、あのチームランク上がるときに本来体力回復なしのオール20ずつ上がるのが30ずつあるんですよね、うん、そこではやっぱしっかり A まで持ってないと、ナギの恩恵を受けたいですよね、なおさらカミラからナギにするメリットの一つのところを取れないと痛いですよね。第3球を投げた、外角高め、ボール、ここはよく選びました。カウンター2ボール1ストライク、これはいい当たりだ、いったー、でもホームラン入ってる、そうですね、うん、ちなみにあの自分ナギ手に入れたんじゃないですか、うん、使った、使ってないんですよまだ、うん、使った方がいいんですかね、もう知らせ絶対なんですけど、言って35じゃないですか、いやでもいていいと思うよ、いいんですかね、うん、フレンドは誰にしてんの、ルシファーにしてんの、はい、うん、で一応せっかく45で持ってるからっていうところで新島、3番新島使っちゃうんですよね今のとこ、まあそこのポイントの差もあるもんね、まあ、さあ終わりましたと、うん、まあ初めて使ってねアーダコーダありますが、まあセンス丸の恩恵も借りてですね、一応、ミートパワー総力は S にはできて、で高速骸骨も取っておりません、で9400点、まあサクセス自体そんなに悪くなかったよ、悪くなかったですね、コツ、うん、に恵まれなかったのと、まあ、最後あれにできなかった、うん、A 持っていけなかったのは結構痛いですね、もう怪我パワー比、これだったらパワー比だね、で肩45の あとはバランスよく、まあでもチャンスもやっぱ精神は半端ないことになるんですね、うん、うん、そこはなんとなく分かったな、なんだろう、でも終わってみて経験点とかいろいろ考えると悪くなかったなっていう、そうね、こんな感じで、はい、まあまあまあすごいすごい感じだけど、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、あ結構いってんのかな、うん、SS はいった、いって、いやもちろんいってます、もちろんいってます、うん、あでも筋トク取れてない分、うん、SS ですね、だから阿部比筋トク分とか考えると、うん、うん、まあどうだろう、でも A 持ってったらコツあと何個取れてるのっていうとこあるじゃないですか、うん、だからまあ可能性はあるんだよね、うん、うん、であとは精神がやっぱりかなりたまるんで、チャンス逆境代打、うん、まあ、競争心あたりをいかに早く直直で取るね、はい、怖まあでもそれで次第でこのデッキがまたすごい可能性を感じますけどね、うん、確かに、まあでも面白いサクセスができた、久しぶりに知らせやったしね、あとはやっぱ金得成功率、うん、そこだけじゃないですか、弱いとは思わなかったですよ、あ本当に、うん、わかりました、ちょっとね皆さんの参考になればいいなと思っております、またねこうやって動画を上げ続けていこうと思いますんで、ぜひともチャンネル登録であったり、高評価コメントの方もぜひともよろしくお願いいたします、あとね福岡大会の、前日にね交流会もしますんで、下のリンク入れておきますんでチェックしてください、参加お願いします、よしよし、じゃあまた動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。